アイソンチャンネルで僕らは育った。アイソンチャンネルの子供たちだ。いや、実のお父さんからなんと音痴明歌うなって言われて。ガチで？はい、ガチで、あの音痴明お前歌うなって言われて、実の親父から言われた。実のお父さんが見てんのこれ。はい。なんで？アイソンチャンネルを？なんでもう歌うのやめます。本当の話で？はい、本当の話です。実のお父さんから急に LINE が来て、何やお前みたいな。なんでそれ知ってんの？いや、そもそも分かんないです。なんか急に LINE が来たんです。マジで？はい。なんで、誰かつてだったり、こう、回ってるの、まあまあ確かに、俺も歌われない方が耳に。もう耳障りでしょうがないから。なんかいつの間にか、はいとか言ってたけどさ、交互に歌うことになって なってたけど、まあいいや。はい、で、今日は、はい。この前の、はい。催眠術？は？じゃあ、催眠術が、はい。全滅だったじゃん。はい、結局俺マスターしたと思ってたけど、いや、全部ダメだったろ？もう SN じゃないですか、ほんとに。で、それで、はい、悔しくて悔しくて、もう、学んできた。本当に。いや、学ばなきゃ。本当に学んできた、ガチで。で、はい、悪いけど今日もう、で、俺ですか？当たり前じゃん。これ本当ですって言ってる。だから、はい、で、学んできたとはいえ、はい、この前ぐらいの難易度だと、はい、やっぱり多分ちょっとまだ自信ないから、そこまでは。関心があります。そう、だから、ちょっとハードルを下げたような、はい、催眠術にするから今回そんなにきつくない。例えばろうそくで「あちぇ」とかさ「肌まさびでブシュー」とかさそんなえげつなのとかないからちょっとレベルを低くして俺もかけやすいようにするから。ちょっと待って、うん、どうせ YouTube かなんかでちょっと催眠術見て俺はできるんだって言えよ。で、はい、今回もな、はい、今回もとてもじゃないけどお前のそのユーザーロック見ててもブサイクなつら映せねえからこれかぶれな、パンツと。で、口も、今回口、あ、鼻もか。タイさんさん、とりあえず顔見てください。本当に言ってるんですか？本当だよ。やばいっすよ。本気とか言ってマジで。催眠術。たった1週間で覚えれるやついないでしょ。じゃあ、これはでも、はい、俺もショックだったから、はい、やめようかと思ったの、本当は。はい、だけど、本当に、コメントとか絶賛で、プライベートとかでも、いや、今までで一番面白かったと言われたんだよ。再生回数一番いってない。そう、再生回数こそ一番いってないのに、はい、一部の人からは、大絶賛なの。ぜひシリーズ化してけって言うから。な、よし、じゃあこれかぶってくれ。いや、一回、何？一回ぐらいちゃんとまとめに催眠大丈夫だ、信じろ。OK です。よし。じゃあ、まず最初の催眠術。なんちゅう顔してんのお前。逆に何持ってるんですか？あ、玉ねぎだよ。何するんですか？これ生の玉ねぎやな、これ。新玉ねぎよ。はい、これを、はい、俺今から催眠術かけて、はい、生の玉ねぎを思いっきりかじりついて食って も、はい、もう辛いとかそういう感じでもない。もうこれとにかくこれがめちゃくちゃうまくて、はい、多分全部食べれちゃう。マジですか？っていう催眠を。でも全然いけそうですね。だろ？緩いだろ、今回。はい。で、まずこの催眠です。はい、見て。はい。よーく見て、楽しんでね。何笑ってんの？なんだよ。楽しめないでしょ。じゃあ、自分で楽しむっていうマインドにしてくれ、自分で。はい、じゃないと聞かないよ。でも、一回。催眠術は、相手の協力もしてるから。わかります。でも、一回寝るんですよ。寝るよ。かるよ。よーく見て。楽しんでね。ゆっくり眠くなるよ。はい。はい、寝たね。じゃあ今から3つ数えて、起きた時に、この玉ねぎ、もうむさぶりついて、全部食べちゃうから。3、2、1。はい、起きて。はい。でも思いっきり食べて。うん。ほら。おー、すごいすごいすごい。
美味しいでしょ。美味しいでしょ。まず美味しいだろ。ほらほらほら。なんだよなんだよ。うわなんかうわ。え？どうした？どうした？食え食え。こんなの食えない。お前結構食ったぞお前。ダメ？え？ちょなんだよお前。いや失敗だ。あ、これでしょ？失敗だ。もしもしもなんともねえじゃん。なんだこれ。失敗だったのに。全部食いちゃってんじゃん。びちょびちょじゃんここ。失敗だよ。はい。目がめっちゃ痛い。目がめっちゃ痛い。高ねぎで。はい。汚かった。次はじゃあこの大豆を豆ね。豆をね、はい、鼻にパンパンに詰めてから俺が、ね、はい、でこの豆が普通限界くるじゃん、はい、ある程度だけど永遠に入っていくっていう、はい、エンドレスエンドレスダイスエンドレスダイスよし見て楽しんでね気持ちを自分のマインド作って眠くなるよ。さあ眠気から覚めた瞬間俺が鼻に大豆をずっと1時間も2時間も詰め続けても何も感じないよ。はい、それ。よし詰めていくぞ。ちょっとこれ地味な作業だから、じゃあまずよいしょ。左も詰めるぞ。見てるな。ほらほらほら。あ、無理無理。あ、マジ？まずまず。それもうちょっとだ。かかったこっちにする。視聴者の分かるようにしてくれ。分かるように。はい。な？ほらほら。まだまだ詰めちゃうよ。ちょまだ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 詰まるからね。な。うわ！汚い！汚い！うわ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 ！汚い！何やってんだお前は。やばいぞ。マジでやばいっすよやりようと。鼻水が。お前。俺のデニム汚すなよ。いや、やばいっすよ、本当に。何がエンドレス大豆で。何もエンドレス大豆で、俺一番奥まで突き刺さって、なんかもう一気に、うわーってなって、口か鼻かどっちか分からんところで大豆が転がっとったんですよ。つまんない。失敗だ。つまんない。てか、どこでそんなの見てきたんですか、もう。何がエンドレス大豆。いなげや。5個か6個で無理ですよ、限界ですよ。俺だってかなり長尺になると思ったんだよ。2時間3時間多分詰めっぱなしだろうな、このさんもうアホすぎてやってられへん。何人かアホすぎてお前の顔だよこれ。ちょっとアップで見せてないけどなお前のこのさモアイみたいなさ失敗だよ。次行こう。埼玉市にある看板制作株式会社ラットクルーさん、イベントサイン、看板サイン、グラフィックデザイン、ホームページ、LP 制作、看板のことなら何でもご相談ください。よろしくお願いします。キッズ用品アンクレ、育児のためのブランドです。お手頃価格で販売中なので概要欄からチェックをよろしくお願いします。悪いな、失敗しちゃって。次はな、何その不審そうな顔してんのかな。普通に失敗しちゃって悪いのはないです。失敗しかないです。信じろ、頼む。1回ぐらい成功させる。OK、次は。次は、ちょっと長いのはなかったんだけど、これごぼうね。このごぼうで、思いっきり頭引っ張ったから、全く痛くない。このごぼう。
本当に前回のも本当にやばかったんです。大根やめた。なこれが本当に痛くなんてびっくりしたこのこれでさバッチンとかな。よし汚ねこれ見てよーく見てマインド作ってよ自分で楽しくなるよ楽しくなって眠くなってはい出たさあ目を覚ました瞬間このごぼうで頭を引っ叩かれても何にも感じないからね3、2、1はい起きてよし行くぞ頭出してくれうわごぼうが粉々に散ってるぞくそやすあし、あしきはらい助けたまえあしきはらい助けたまえあー痛え痛いの痛いの痛えしかねえしあー失敗だあしきはらい助けたまえ失敗痛かったんだよな痛いってことじゃないですよ失敗ってことだよ何も成功じゃないつまんない次行こう悪いな次はもう最後いやもう呆れてます何が呆れてるの呆れるでしょこんなやってられるんですよごぼうは痛かったの痛すぎですオッケー。これが最後、はい、最後はこれ鼻フックな今日のタイプ前が見にくいんですよこれから、はい、俺が一番得意じゃん得意だ、はい、これをこの鼻フックを鼻引っ掛けて、うん、俺がグーッて引っ張っても、はい、普通うーって出しちゃう鼻だけど何にもできてもしないどんだけ引っ張られてもお前たぶん鼻だけグイーンってなって全然どうしないか痛くもなんとか普通イテテテテテテとか痛くなるでしょいや何もならない見て何もならないわけがないもう見てゆっくり見てマインド作ってよマインド楽しんで眠くなるよはいこれから目を覚まして鼻フックでどんだけ引っ張られても全く動じない痛みを感じないから3、2、1はい起きてお手製だからちょっと待ってなじゃあちょっと鼻をまず難しいなこれまず鼻に入れなきゃだからで こっちの鼻に自分で入れてくれ頑張ってまずセッティングしてくれまず痛いまずセッティングしてくれまずセッティングしてくれ縮まんないでギュッて思いっきりギュッて入れたら横に広がって割りたいっすそうそうよしでカメラの方見てくれ痛い何の抜けたっすなんか痛いこれでいいんじゃない OK?痛い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 
返してわしに言って。で、このお手製のハンドブックのね。いや、これやばいっすって。痛い、痛すぎでしょ。何言ってよ。つまんねえ。失敗だ。全部失敗じゃん今日も。もういい、もう帰るわ。また今日も帰る。寝取られねえわ。もうやだな。ちょっと待って、また今日も帰りやがってよ。優しい餃子グルメステーション西尾具店さん、餃子の他にもカレーやお弁当などメニューが豊富なので、ぜひ皆さんご利用ください。ホワイトニングショップ恵比寿店さん、一度でものすごい効果を実感できますので、ぜひ概要欄からチェックして皆さん体験してみてください。よろしくお願いします。光る花ホーユーさん、ガクトさんや井上直弥さん、飛鳥きららさんなど芸能人も多数愛用しています。概要欄からチェックしてぜひ皆さん購入してみてください。よろしくお願いします。